皆さんこんにちは東馬社会保険労務士法人特定社会保険労務士の渡辺でございます本日は新型コロナウイルス対策として厚生労働省が発表した企業の休業や小学校等の休校に対する助成金を解説いたします政府が用意する助成金でございますが従来からありました雇用調整助成金が拡充されましたそして新たになんですが小学校等の臨時休業等に対応する助成金が 新設されました今回はこの2つの助成金に絞りまして解説をしてまいりたいと思います雇用調整助成金でございますが今回のコロナウイルスの影響によって売上が下がり従業員を休業させなければならなくなってしまった企業が休業手当を支払った場合に助成されるという制度でございますではその休業手当でございますが元々労基法で従業員を開設後で休業させる場合 次の計算式で休業手当を支払わなきゃいけないというふうに決まっております月給制の場合ですが1日あたりの休業手当として直近3ヶ月の総支給額これは税込みになりますそれを直近3ヶ月の総歴日数で割りますそれに対して60%をかけますと休業手当の金額となりますこの休業手当を従業員に対して支給した場合にその一部の助成をしようというものでございます実際の 特例の対象となる企業の主な要件でございますが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業です今回のコロナウイルスの影響で売上が下がってしまったという企業全般が対象ということになります二つ目ですが休業等の初日が今年の1月24日から7月23日までに始まる休業を対象としています三つ目ですが売上や生産高などそうした生産指標ですねこちらが前年同月と比較して 10以上低下しした場合に該当してままいります4つ目ですが本来この雇用調整助成金というのは休業計画届というのを休業する前にですね事前にハローワークに届け出をするということが要件になっていますが今回のこうした緊急的な措置として1月24日から5月31日までの間の休業に関しては事後的な休業の計画届の提出でも構いませんというふうに 要件が緩和されておりますそして5つ目ですが新規学卒者として今年4月に新卒を雇おうという会社も多いと思いますがこうした新卒に対してもですね本来6か月以上入社して立っていなければ女性の対象としていなかったんですけれども6か月未満であっても休業させた場合にはこの助成金の対象としようじゃないかというふうに拡大されました。実際の助成金のの金金額でございますが支給した1日の 休業手当こちらの3分の2の相当額中小企業ですねそちらを助成金として支給しますということになっております大企業については2分の1相当額とということになりますただしいずれもですね上限額が決まっておりまして 8, 円こちらが助成金の金額のの上限とというここになりますこちらの金額は毎年8月に更新されていますのでこの8月以降ですね助成金の対象となる場合には 確認が必要です続いて小学校等の臨時休業等に対応する助成金について解説してまいりますまず対象企業ですが、えー、次の小学校等またはこの世話を行うことが必要となった従業員に対し労基法の年次有給休,休暇とは別に有給休,休暇こちらを取得させた企業ということが要件になっておりますではその一つ目が今回の新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業等をした小学校等 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子こうしたお子さんを世話することで休まざるを得なくなった従業員に対して特別の有給休暇を与えた企業に対して助成金が支給されるということになります実際の助成額ですが2月の27日から3月31日において特別の有給休暇として支給した対象従業員に対して支払った 賃金全額ということになりますただ実際こちらも1日1人当たり8330円を女性の上限としますということが発表されておりますこの金額については大企業中小企業ともにですね同じ金額ということです具体的な申請手順でございますが今後発表される予定となっておりますので順次発表されましたらまたご紹介したいと思っておりますもう少し具体的に要件を見て参りたいと思いますが 臨時休業等をしたととととはどういうことかといういいここかなんですが今回のコロナウイルスの感染症に関する対応として小学校等がですね臨時休業をするということなわけですがそうした場合に自治体やあるいは学童ですね放課後の児童クラブあるいは保育所ですねそういったところからですね可能な範囲で利用を差し控えてくださいという依頼があった場合が対象となります。したがって保護者の自主的な判断で お子さんを休まませた場合は対象外とということになりますので注意が必要ですそして小学校等とはということなんですがいわゆる小学校のほかにですね義務教育学校や各種の学校特別支援学校それから放課後の児童クラブ学童ですね幼稚園や保育所認定こども園そういったような施設が該当するということになります。実際にでは 具具体体的な小学校等に通う子供の具体例ですねコロナウイルスに感染した子どもあるいは発熱してですねコロナウイルスには感染してないかもしれないけども風邪症状が見られる子どもあるいはコロナウイルスに感染したものと濃厚接触した子どもこうした子どもが対象ということになります。では今度は対象となる保護者ということなんですがお子さんの親御さん親権者ですねそれから未成年の後見人 あとはおじいちゃん、おばあちゃん、まあ、そういった方で子供を現に看護するものということになっております。また今のご紹介したもの以外にですね、各企業が独自にですね、有給休暇の対象とするような親族も該当するということになっております。対象となる有給の休暇の範囲でございますが、学校のですね、春休みとか土日、祝日に取得した休暇はどうなるんですかということなんですけども、あくまでも、 臨時休業した学校ですね、小学校等に通う子どもに関してはですね、学校の元々の休日以外の日と、まあ、反対に言えば学校が本来開いていた日ということになりますね。それ以外のその他の施設、まあ、例えば学童ということで出てますけれども、こちらは本来施設が利用可能な日、そうした日に休暇を与えた場合ということになります。また、このコロナウイルスに感染した、 あるいは風邪症状などこのコロナウイルスに感染した恐れのある子どもにかかる休暇の対象なんですけれどもこちらは学校の春休みなどには関わらないということです今年の2月27日から3月31日までの間に休んだ場合には対象となるということになっております対象となる有給の休暇の範囲ということになりますけれども有給の休暇本来1日ということなんですが 今回半日単位の休暇や時間単位の休暇の取り扱いについても発表されておりますがいずれもですね対象となるということです。半日だったり、時時間、2時間のだしですね勤務時間の短縮に関してはもともと決まっている所定労働時間この所定労働時間の短縮という措置ですので仮に短縮したとしても短縮した分の時間を休暇として 付与したとしててもでですす。ね、助成金の対象ではないといととうことが発表されておりますそれから就業規則なんですが今回臨時にですね、このような緊急性を持って取り組んでいる施策ということになりますので本来であれば就業規則社内規定の整備こうしたことはですね、当然にしていかなきゃいけないしたがって望ましいということなんですが緊急ですので仮に就業規則の整備が追いついてなかったとしても 要件に該当する休暇については助成金の対象にしようということで発表されております最後になりますが今回ご紹介した助成金の申請に関するご相談ですとか就業規則の改定に関して私ども当馬社会保険労務省人では適宜アドバイスや実際の作成等のご支援をしておりますこちらに挙げたようなどうやって助成金の申請をすればいいかですとか今回の制度をですね 社内に通達するためにはどうすればいいかどのような文書がいいんだろうかとかあるいはこの助成金の申請に伴ってどのように就業策を直したらいいのかなということについてお悩みの方がいらっしゃればぜひ当間社会保険の無法人にお声掛けいただければ相談対応させていただきますのでよろしくお願いいたします最後になりますが私ども当間社会保険の無法人では助成金の申請代行自体は受けたまっておりませんので 何卒ご承知をお聞きい,いただきたいと思いますこの度は誠にご清聴ありがとうございました今後もですね、こうした最新の情報厚生労働省から発表されるような最新の情報ですとか皆様のお役に立つような情報というものを動画にてアップしてまいりますぜひチャンネル登録をしていただきまして引き続きご覧になっていただければと思います本日はどうもありがとうございました